わーい、これはかわいい。私こういうね、昔ながらの固めのプリンがすごい好きなんですよ。懐かしい感じと苦甘いカラメルがめちゃくちゃ美味しい。うんうん、これこれこれはい、今回は中崎町に来ました。イエイこのね、古民家の中にかなりおしゃれな古着屋さんだったりとか美容室がたくさんあるような街です。もうザ・中崎町っていうど真ん中に来てますね。本日伺うのが、私がね超気になってた場所です。プリン専門店のうさぎの、なんていうの、うさぎの森、これで森って読むんですね。読めなかった、あの私社って読んでた、社会の社、うさぎの社、うさぎの森だそうです。ここのプリンがすごく気になってたので行ってみたいと思います。すごい、うさぎおるんかな、いるわけないか。はじめまして、お邪魔します。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。いいですか。あ、はい、どうぞ。2020年の6月にオープンしたうさぎの森、さまざまな種類のプリンが味わえるプリン専門店です。プリン専門店でもうね、全部小物がうさぎなんですよね。絵とかもそうだし、そうですね、さっき入り口からあった時計もそうですし、もう小物も全部うさぎ。私うさぎ年なんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです、イエーイじゃあちょっとずっと気になってたんですけど、はい、やっぱプリン専門店ということで、はい、一番おすすめのプリンをいただきたいなと思ったんですけど、はい、メニュー見た方がいいか、そちらのメニューに。え、めっちゃ種類ある。なんか一応インスタで私お見かけしたことがあって。あ、そうなんですか。なんだろう、ありがとうございます。なんていうかな、こういう固めの昔ながらのプリンがすごい美味しいって聞いたんですけど、やっぱり人気は。そうですね、固めのプリン、うん、こちらのクラシックプリンになりますね。はいはい、こちらですか。こちら当店、まあ、うさ森プリンと言われる、うん、いうプリンで、うんうん、滑らかな方になるプリンになります、ね、え、迷うこっちもつっつきたいし、これも食べたいんで、じゃあこれとこれ2ついいですか。固めは多分ここに乗ってると思うんで。そうですね、いいですか、はい、早い方でドリンクも。じゃあ何か、こちら当店はね、あの、うん、ドリンクの中ではプリンなしが一番の変わり種として、多分よそでは見たことないと思うんで。ラッシュ、プリンラッシュ、はい、じゃあそれで、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、こちら先にありがとうございます。わーい、こちらうさ森プリンと、え、なんかめっちゃ豪華ちゃう、ね、いつもそんな感じで出す。うそ、なんかセンスを感じません、ね、ちょっと見て見て見て、この和な感じ、京都っぽい、ジャパンわけわからん。これはかわいい。こっちが滑らかなんですよね。そうですね。おう、いただきます。うん、飲み物めちゃめちゃ美味しい。ありがとうございます。プリン大好きなんで。厳選した高知県産の平飼い卵、北海道産の牛乳や生クリームなどこだわりの素材を使用。最大の特徴はガス火の湯煎で加熱すること。少量しか作れず手間はかかりますが、卵の風味が濃く滑らかな口どけのプリンになるんだとか。じゃあさっき言ってた一番私が気になってるプリンラッシー、言いづらいないただきたいと思います。あ、ほんまや、結構あっさりしてるんですね、はい、飲みやすい。え、ほんまにプリンを飲み物に しましたって感じですか。それもそのはず、実は先ほど食べたプリンを材料に作っているのです。わざわざ固めたプリンをヨーグルトと混ぜ液体に戻すことでプリン本来の味が楽しめるラッシーになるそう。このプリンってどなたが作ってらっしゃるんですか。あ、僕ですね。はい、すごい。開発も、開発もします。どうしてそのプリンを作ろうと思ったんですか。もともと僕自身あのお菓子は作ったことなかったんですけど、あの唯一プリンだけ作ってみようと思って、すごい簡単なんですよね、
作り方が作るのがこんな美味しいものが、はい、無理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 作れないです。作ったことないからか。まあその趣味から始まってずっと作り続けてきたっていう感じですかね。へー、それでも味とかも追求して。そうですね。そうなんや。こちらが、お盆がまた色違って可愛い。プリンとクレープのデザートです。程よい量。なんか写真で見たらめっちゃでかいかなと思ったんですけど、全然一人でいけますね。そうですね、結構。私こういうね、昔ながらの固めのプリンがすごい好きなんですよ。なんかインスタでよくこの写真がめっちゃ出てきたから、まあ、一番人気がこれなんですよね。いただきます。うん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 、これこれこれ喫茶店って言ったらこれですよね、大体。懐かしい感じ。そう、懐かしい感じと苦甘いカラメルがめちゃくちゃ美味しい。幸せ。このプリンちゃんたちを作ってどれぐらいになるんですか？趣味から始めたんで言うと、うん、まあ、10年以上になるんです。このお店自体のオープンはいつ頃ですか？今年の6月になります。めっちゃ最近じゃん。めちゃめちゃ最近です。趣味を形にしたのは最近っていう。じゃあいろんなことを経験してきたんですけど、うん、途中から自分で、うん、プリンを移動販売するようになりました。え、で移動販売したり、まあ、カフェを借りて、すごい、そのなんていうんですか、自分でスイーツとプリンを出したりとかしながら、はいはい、いろんな人に食べてもらいました、ね、で独立したのがここ最近ってことですね。そうですね。すごい経歴、すごいな。プリンへの執着すごいほんまに相当やっぱ知ってほしいっていう気持ちと、はい、やっぱあれですか、自分が作るプリンも美味しいのはもちろんやけど、だって食べてもらって美味しいって言われるのが嬉しいとか。嬉しいですね、やっぱり。そうなんや、はい、頭もプリンみたいやし。そうですね。ねえ、可愛くないプリン色、わざとですか？これですか、ちょっとね、染めてないだけ。あ、そうだ。こうしてもプリンカラーですよね。プリンカラーって言われるので、ね、全然いいじゃないですか。いいかなと思いながら。そろそろウサギの耳とかつけ出しようかな。すごい。店長さんにおすすめしてもらったこのウサギちゃんで、私今から自撮りしたいと思います。かわいい。え、なんか欲しくなってきた愛おしく見えてきた。こうやっていきます。うるさい。よきよきウサギです。美形ですね美形ですねかわいい。ありがとうございます。